今日はお気に入りのパン屋さんに来たよ。ここに来てコーヒーを飲む時間が好きなんだ。特に今の季節は紅葉が素晴らしい。昨日の動画投稿によって、俺は第一期カツ丼チャンネルの頃の情熱を取り戻せたような気がする。もちろん全く同じではないんだ。破壊行為なんかはもうしないよ。なんというか、最近の今までの俺は常にビクビクしてたんだ。アンチが怖くてビクビク。みんなから一斉に批判されることにビクビク。支持者から見放されるのが怖くてビクビク。再生回数が減るんじゃないかとビクビク。でも、もうビクビクはいいよ。ジンフリックスになるんだろ。どこまで行ったってお前はお前だ。地図になんか載ってない。お前だけの道を進んでいけよ。正直、アンチは怖いよ。何されるかわからない。毎日不安なんだ。でも俺は屈するわけにはいかない。福沢先生も言っていた。自由を妨げる者が現れたら、命を懸けてでもそれを守るべく立ち向かわなければならないと。信念を持ち、自分を信じていこうと思う。俺は間違ってない。俺たちはみんな生まれた時から自由だ。それを拒む者がどれだけ強くても関係ない。本当の自分を取り戻し、本当の人生を生き抜き、誰も知り得なかった自分だけの世界を手に入れた者は、この世界で一番の自由を手に入れたものだ。戦え。そのための命なんか惜しくない。どれだけ世界が恐ろしくても関係ない。どれだけ世界が残酷でも関係ない。戦え。インターネットっていう無法地帯でこんなにもボロボロになりながらも、どうしてカツ丼は YouTuber を続けるの？どうしてだって？そんなの決まってんだろ。俺がこの世に生まれたからだ。眠れないな。自律神経の調子は一向に良くならない。最近いろいろなことがありすぎる。世の人々からの悪意があまりにも恐ろしい。先のことなんてもうわからない。正直お手上げだ。どうしてそんなに憎むの？どうしてそんなに人を傷つけるの？自分の過ちに気づいて、大切なことを思い出して。この世界は無限の可能性に満ちているはずだったじゃないか。君たちは希望に満ちた素晴らしい存在であったはずじゃないか。自分を見失わないで、大切なことを思い出して。愛してるよ。一方、僕の人生は佳境に差し掛かってる。おそらくこれが人生の最終試練だ。いよいよ来たな。全てを手放し乗り越える時が。僭越ながら、ここ数日間受けている迫害の苦しみにより、イエス・キリストが経験した苦悩の一端、いや、分かってる。この人物に比べたら僕なんかまだ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 未熟なひよっこだろう。しかし彼の苦悩のほんの一端は分かったような気がする。人から受ける悪意は覚悟も辛いんだな。でも深刻になるな。真剣になれ。永遠に生きるつもりか。こんな人生めったに味わえないぞ。苦難を楽しめ、絶望を楽しめ。上を向いて歩いていこう。もっと笑って。全てに感謝しよう。この最終試練を乗り越えたら、俺はきっと各社になれる。神様とコンタクト取れるようになる日も近い。カツ丼チャンネルスピリチュアル
人生相談所解説マジかか。おすみ。今日は素晴らしい秋晴れだ。外に出たくてうずうずしてきた。空気満タン。準備体操、準備体操。怪我しないようにしなきゃね。よし、出発だ。今は紅葉の真っ只中。カラッと晴れた秋の日は思い切って外に出かけよう。秋の散歩はショパンの調べ。忘れていた大切なものを探しに、さあ、出かけよう。いつもの見慣れた道を行く。上り坂も漕ぐ。頑張って、漕ぐ。秋晴れの日を浴びて、元気いっぱいにクロスバイクを漕ぐ。風になる。足を止めて道端の花々に目を向けるのもまた一興。何の見返りも求めず、ただ一生懸命に咲いてくれている君にありがとう。枯れゆく前の最後のひととき、その美しい紅葉によって人々の情緒の安定に貢献してくれている君にありがとう。ああ、もうすっかり綺麗になってしまったね。毎年毎年頑張って成長し、穂を伸ばし、たくさんの米をならせてくれている。私たち日本人の食を支えてくれている君にありがとう。ちょっと休憩だ。染み込むな。夕日も綺麗だ。最近グダグダなんだよな。筋を通した立派な在り方に自負心を抱いてきたんだけど、だんだん荒が見えてきた。メッキが剥がれてきた。自分の弱さや未熟さを痛感するよ。でもなんというか、みっともない姿を露呈してからまた一つ変われた気がする。カッコつけなくていい。等身大でいい。みっともなくていい。負けたっていい。そんな自分を許してあげよう。ありのままの自分を受け入れ愛し、プライドを手放し、謙虚に自分というものを低く低く見積もって、何に対しても心から感謝できるようになれば、人間は無敵だ。インナーチャイルドを癒していこう。自己需要進めていこう。これからも俺は走り続けよう。自己表現の真髄を求めて、命ある限りどこまでも。カツ丼プレゼンツ、秋の散歩はショパンの調べをお送りしました。今日はものすごくイライラしてしまった。すごくパンが食べたくなって、お気に入りのパン屋さんにバイクで出かけたんだけど、防寒対策が甘くて体が冷えてしまったんだ。風を通さないと思っていたスポーツパンツは
ガンガン風を通して太ももが冷えた。上着も着る枚数が足りなくて体が少し冷えた。体が冷えると体調悪化につながる。くそ、なんでこうなるんだ、くそと心底イライラしてしまった。いや、分かってる。完全に自業自得だ。でも俺はこんな時、自分ではない他の何かのせいにしたくなってしまう。被害者意識に染まり、どうしようもなく許せなくなる。弱いな。なんでこんなに腹が立ってイライラしてしまうんだろう。考えてみた。その答えは怖いからなのだと思った。実は月曜日火曜日とアルバイトの休みをもらっていて、木曜日から復帰するんだ。今日は火曜日、今日明日で体調を完全に戻さなくちゃいけないのにこのざまだ。木曜日も体調不良で休まなければならなくなってしまったらどうしよう。怖い。主任に怒られるのが怖い。呆れられるのが怖い。僕は人からの評価に過敏で、怒られると自分の全てを否定されたような気持ちになってしまう。ひどく落ち込み、破滅的な気持ちになる。その痛みを感じたくなくて回避したいんだ。でも今日の外出によって、もしかしたら木曜日にアルバイト復帰できないかもしれないという可能性が生じて、ひどい不安感に襲われた。ちょっと体調が回復したらもう大丈夫かなと思って家庭菜園や外出をしてしまう。ビールも飲んでしまう。まあその他にもともと自律神経が少し狂っていて、寝ようと思ってもうまく寝れないということも原因として大きいと思うんだけど、体調は未だ回復していない。ひどく落ち込む。嫌になる。結局まだ甘えてるんだろうな。社会人になりきれてない。ちゃんとしなきゃダメなんだよな。ちょっとストーブもつけた。うるさいかもしれないけど、いただきます。あ、あったかい。あ、なんかあったものだ。なんで俺の動画って低評価がどんどん増えていくんだろう。第3期開始時はせいぜい30くらいだったのに、今150なんて当たり前になってきた。確かに異常事態かもしれない。でも俺は自分が間違ってるとはどうしても思えないんだ。確かにバイト始めたとはいえ、親に養ってもらっている。一人の大人としてまだまだ胸を張れる身分ではない。そして原稿不一致、志だけ常に高くて一丁前に宣言はするんだけど、行動としてそれを果たせずに終わることが多い。視聴者さんたちを大いに失望させてきてしまったんだろう。そういう人としてなってないあり方が低評価増加につながっているのだろうか。しかしそうであっても、この低評価の数、そして近頃盛り上がっている年賀状関連のアンチからの嫌がらせのありようはあまりに異様だ。きっと俺という人間がこの現代社会に根深く染み付いている観念的な何かに対してあまりにも強く反しているからなんだと思う。言ってしまえば、
病める現代における革命家なのかもしれない。まだまだ弱いし未熟だし、みんなを失望させてばっかりだよ。でも信じてほしい。俺の中にある正義の心に偽りはない。俺は世の中を変えるために生まれてきた。世にはびこる機能不全な慣習や物の考え方を打ち壊し、社会としてのさらなる進化に貢献するために生まれてきたインディゴチルドレン。俺がこの世に生まれてきたのはそういう意味があるんだ。使命があるんだ。そこに迷いは一切ない。俺は必ず世の中から必要とされる人間になる。世のために生きていこうと思う。まだまだ怖いことだらけだけど、あがいてあがいて強く生きていきたいと思うんだ。ふと顔を上げた。そこにはただ青空だけが広がっていた。カツ丼、30歳男性。1985年宮城県仙台市に生まれる。同地にて幼少期青年期を過ごす。2008年大学を卒業後、一般企業に勤めるが、職場の対人ストレスが原因で3ヶ月で退社。その後7年間実家にて両親と共にニート生活を送る。過去の対人関係のトラウマ、いじめ、失恋の PTSD の症状による過酷なニート生活の中で得てきた大きな気づきを、世の人々のために何か役立てないかと考え、2014年末、動画投稿サイト YouTube にてカツ丼チャンネルを立ち上げ、投稿を開始する。翌年2015年3月には完全顔出しを果たし、 YouTuber として本格的に活動を始める。顔出し後わずか3ヶ月でチャンネル登録者100人を達成。その斬新な切り口で展開される彼の人生哲学は、幅広い視聴者の共感を得る。次世代を代表するセルフエクスプレッショナー、自己表現者としての呼び声も高い。言葉の宝石箱と称される彼のツイッターにもぜひ注目されたい。病める現代社会の闇を照らす一筋の光となり得るのか。彼の今後の活躍に期待がかかる。